続きままして活動実績書の授与に移ります、えー、女性研究者支援室長の真島先生よりアイリス第13期生のを代表してアイリス副リーダーの坂本さんへ活動実績書が授与されます。 アイリス第13期生活動実績書、坂本さゆさんですね。理学研究科科学専攻、ご所属です。上記のものは、アイリス第13期生として、下記の通り活動しました。活動期間、2023年4月1日から2024年3月31日まで。で たくさん活動内容がありますので、えーっと、少しだけご紹介いたします。アイリス第13期生の副リーダーとして、それからアイリス企画実施講習会登壇し、2023年度オープンキャンパス理系女子大学院生チーム、アイリスと話そう、企画、杉本キャンパス担当、副リーダー、あと2、4、5、8、9ぐらいありますので。 はいあのー、どうも1年間ありがとうございました。2024年3月15日、大阪公立大学女性研究者支援室支援室長、真島幸恵。どうもありがとうございました。最後に女性研究者支援室長の真嶋先生より 閉会のご挨拶をいただきます真嶋先生よろしくお願い致しますあどうもあの女性研究者支援室長の真嶋と申します、えー、本日はあの大阪公立大学、えー、女性女子大学院生チームアイリス第十三期生の活動報告会にご参加いただき誠にありがとうございます、えー、この あのアイリスのメンバーは1年人気なんですけれども今日あの活動報告を聞いていただいたように1年間の間にこれだけの活動をされていたのかということで非常にあの私自身も知ってはいたんですけれども実際に聞いてみるとうわすごいなっていうふうにもう本当に、あのー、そんな感想しかあの出ないようなあぐらいあの活動されていたなと思います。 でえー、先ほどあの最後の,あのご発表された方がですね活動報告書のことを言われましたけれどもこの活動報告書全部で今8ページぐらいあるんですけれども最初にできたときは2ページぐらいだったんですね。でそれがまあこれがこだけ4倍ぐらいになる 13年も経つとあこんなふうに成長していくんだなっていうこの報告集だけを見ても、まあ、非常にあの活動の幅が広がって、えー、さらにあの自分たちで考えて実施するっていうようなことがあのできていたのかなっていうふうにあの思いましたさらにあの今年度から新しい取り組みとしてアイリスの公式ライン っていうラインっていうのを開設されておりますけれどもそのメンバーにはこれまでに実施したサイエンスキャンパスや進路講習会に参加してくれた中高生を巻き込んで、えー、登録してもらい中高生からの質問や悩みに対してアイリスがまあ月に1回程度答えるというようなこともあのされていたというところを聞きまして、えー、私はですねあの 単に1回だけ単発で実施するのではなくそこであった人たちをその後にもつなげていくっていうそういう活動にあのなっていったっていうことが、まあ、非常に嬉しいというかあのこれからの時代はですね、えー、何が起こるか分からない曖昧で複雑なそんな時代になりますから頼りになるのはやはり人。 と人のつながりがあの一番頼りになると思っていますのでそういった意味でもこうやってつなげていってくださったっていうことは非常にあの、まあ、大先輩ですけどねあの年齢的にあ,のありがたいなというふうに思いました。でさらにもう言い出したらキリがないんですけれども白鷺祭での出展もあの実験的な本当にアイリスらしい出展 あの出店をされたということであの私もあの白さ祭の時にあの屋台を見に行ったんですけれども子どもたちがそこの屋台にあのたくさん集まってくださっていて非常に興味深いあの出店をされたなと思いましたであ売り上げどうだったのかなっていうふうに気になったんですけど364杯も売れたということでいやこれも。 すすごいことででよね2日間で杯私は子どもたちがこうたくさんいたのでその輪の中には入っていけなかったんですが、あのー、また、あのー、飲ませていただく機会がありましたらぜひ購入したいなと思いました。でえー まあこうした活動を通してですね先ほどあの先輩がいない研究室っていうのも大阪公立大学になりまして部局の再編成とありましたのでそういう研究室もあ,のあるんじゃないかなと思っていましたけれどもこのアイリスがあの先輩たちと一緒に活動するという交流の場になっていたり。 積極的に交流を交流会をするというようなこともされていたりということでやはりあのここでも人のつながりを大事にして活動されていたんだなというふうに思います。本あの女性研究者支援室ではアイリスのような研究者技術者育成のほか研究者の環境整備や研究力の向上それから女性研究リーダーの育成 ということで支援事業を行っています。えっとこれかなはい。えー、この度もあの JST の方から女性研究者リーダー育成の方であの助成金をいただきましたけれども、えー、まだまだたくさんあの女性活躍支援というものはあのしていきたいと思っております。えー、大学としても。 あのいろいろな活動を行っておりますけれども、やはり、えー、今後も持続的に充実した支援を行えるように、大阪公立大学の公選基金、通称 OMU 基金の特定プロジェクトの中の女性研究者支援事業の充実のためにというあの項目がございますので、そちらの方へ寄付をぜひご協力をいただければなというふうに思っております。 最後になりますけれども、私は今年度をもちまして、女性研究者支援事業からあの離れます、もう13年以上、14年ぐらいあの携わっておりますけれども、これからもアイリスの活動を含め、女性研究者支援事業のあのことを見守っていきたいと思っておりますので、どうぞ引き続きご支援のほどあのよろしくお願いいたします。 今後も行政、地域、学内外の皆様のご支援、ご協力というものがあの必要になってきますので、ぜひそれらをいただきながら、アイリスの活動を支援していきたいと思っております。本日はどううもごご参加の方ありがとうございました増島先生 ありがとうございましたいただいたお言葉を糧に頑張っていきたいと思いますそれでは以上をもちまして2023年度アイリス活動報告会を終了いたします本日はお忙しいところご参加いただき、ま、誠にあり,ありがとうございました、えー、最後にアンケートにご協力いただくださいますと幸いです えどうぞ今後とも大阪公立大学理系女子大学院生チーム愛理生のご協力を何卒よろしくお願いいたします。